はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、腰痛をガイドラインから読み解くということで、腰痛改善の指標ですとか、道しるべとなる、腰痛診療ガイドライン2019というものから抜粋したり、こう一部ちょっと改変させていただいて、腰痛対策として行うように強く勧められているというものを、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、この腰痛ガイドライン、具体的には6つあるんですが、これ順に挙げさせていただきます。1つは、急性腰痛は自然に症状がなくなることも多くて、安静よりも活動性維持の方が有効ですというのがあります。急性腰痛、例えば、腰椎の圧迫骨折ですとか、いわゆるぎっくり腰というものが挙げられるんですが、この際とりあえず安静ですとか、怖くて体を動かせないという対応しがちなんですが、むしろ活動性を維持した方が痛みの軽減であったり体の回復には優れているというふうにされています。そのためにはやはりむやみに自己判断をするのではなくて、医師ですとか専門職にですね、しっかり指示を仰ぎながら治療を進めていくということがおすすめになります。それから腰痛予防には運動療法、認知行動療法、環境の改善が有効であり、一方でコルセットには直接的な予防効果はありませんということがあります。腰痛は不具合が生じる前の予防というのが実は重要だというふうに言われています。予防したから必ず腰痛にならないということはないんですが、やはり予防的なアプローチをすることで、その悪影響をですね、こう最小限に抑えるということができます。で、その際にやはり運動療法ですとか認知行動療法というのが推奨されていますし、さらに特に職場環境ですね、こちらを調整する、例えば普段使っているものの高さですとか、それから道具の調整をする、あるいは具体的には25キロ以上のものを持ち上げるのを避けるなんていうことも有効だというふうに言われています。あとコルセットには実は直接的な予防効果はないというふうにされています。ただこれはコルセットが決して悪いと言ってるわけではなくて、コルセットはやはり過度の依存を招くという可能性がありますので、必要性ですが時期に応じて適切に使用するということが効果的になります。それから仕事における心理社会的要因というのは、腰痛の発症ですとか予後に関わって腰痛を長引かせますということがあります。近年なんですが、特に長引く腰痛、いわゆる慢性腰痛は腰自体の問題のみならず、例えばうつですとかストレスですとかやりがいですとかサポート体制などから、いわゆる社会心理的な要因の影響というのが示唆されています。なのでこの点まで含めて腰痛をセルフコントロールできるようにするということが大切になってきますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。さらに続けて言うと、喫煙ですとか飲酒ですか運動不足は腰痛発症リスクと関連があるというふうにされています。やはり腰痛を解消したり再発防止をするには、腰痛発症リスクを避けるということがその第一歩というふうになっています。まずはそのためにやはり喫煙ですとか飲酒を避けるということがあります。さらに運動不足、やはり避けていただいた方がいいんですが、なかなか運動するって結構大変なので、生活をする上で何気なく行っている行為を工夫することで、自然にこう運動ができる習慣を作るということがあります。例えば歩きですとか自転車通勤です、階段をより利用するなんていうことが一つありますし、それから座った状態でなく、可能であれば立った状態で仕事をする、打ち合わせをするということもありますし、それから部屋のゴミ箱ですとか棚をあえてですね、一つにまとめて動きたくなる空間を作るということもあります。さらに今健康系のアプリであったり動画サービスもありますので、こういったものを活用するという方法もあります。それから慢性腰痛に対しては運動療法が効果的ですというのがあります。日本人の現状を考慮したような科学的な根拠というのは実際実例として出てまして、ストレッチや筋トレであれば週60分以上、歩行であれば1日60分あるいは8000歩以上というのが言われています。ただこれは個人差もありますので、その強さですとか量をやはり調整した上で、可能なものから取り組んでいただいて、今より少しでも体を動かすということがいいというふうに言われています。それから
体重管理ですとか健康的な生活習慣ですか、穏やかでストレスが少ない生活が腰痛対策には有効ですというふうに言われています。まず体重と腰痛には関連があるというふうにされています。具体的には BMI という数値で言うと 18.5 から25の間に収めるということがいいというふうに言われています。 BMI が30以上になる方、いわゆるこの方が肥満と呼ばれる方になるんですが、さらに若い時に比べて体重がこう増加したという方はやはり注意していただいた方がいいかと思います。それから健康的な生活習慣としては、例えば日光をしっかり浴びることですとか、それから入浴をして腰をしっかり温めること、あるいは睡眠を6から8時間良質な睡眠をしっかりとるということがあります。さらに穏やかでストレスが少ない生活というのは、この生活習慣ももちろんそうなんですけど、これに加えて認知行動療法ですとかマインドフルネスを活用するなんていう方法もあります。でこういった形で腰痛はですね、医学的な根拠ですが、理論、これをエビデンスというふうに言うんですが、に基づいて対応するということが根本解消につながりますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。